どうも、リアリーのリオです。今日も動画を見ていただきありがとうございます。今日はですね、皆さんに重大なお知らせがあります。このチャンネルですね、今まで様々なジャンルで動画を作成してきました。今回ですね、この動画から3つのジャンルに絞って動画を上げていきたいと思います。まず1つ目、自転車、2つ目植物、3つ目ファッション、この3本軸で動画を作成していきます。その中でも特に自転車に力を入れて動画を作成していきたいと思ってます。その理由が、結論から言うと僕あまり自転車に詳しくないんですよ。まだまだ勉強の最中です。僕が今ドスノベンタという自転車に乗っているんですが、このドスノベンタを選ぶ時もわからないことたくさんありました。都内とかやっぱり自転車乗ってる方たくさんいるじゃないですか。でやっぱり自転車ってすごく需要があるなと思っていて、乗りたいけどどれを買ったらいいかわからないとか、乗ってるけどどれをカスタマイズしたらいいかわからないだったりとか、そういう方に向けて僕はこの動画をアプローチしたいなと思ってまして、僕もわからないことたくさんあるんで一緒に成長できたらなと思っております。そんな思いでこれからは自転車、植物、ファッション、この3本軸をメインに動画を上げていきたいなと思いましたので、これからもよろしくお願いいたします。まずは第1回目なので、僕が思うスポーツ自転車の魅力を4つちょっと語っていきたいなと思います。まずは1つ目、スピード感ですね。で2つ目です、車体の軽さ。で3つ目、カスタマイズができる。4つ目、簡単に分解ができる。この4つが僕はスポーツ自転車の魅力かなと思っております。まず1つ目、スピード感についてなんですが、スポーツ自転車は走りを楽しむためのパーツが装備されています。あとはハンドルの操作性だったり漕ぎ出しの軽さ、普通の自転車を乗っている方がスポーツ自転車に乗り換えた時に感じるっていうのは、まずスピード、そしてハンドルの軽さ、漕ぎ出しの軽さだと思っております。あとは、まあ、初めての方でももう10キロから15キロぐらいは出ると思うんですね。なのでスピード感っていうのはすごく魅力の一つかなと思います。2つ目、車体の軽さですね。自転車ってやっぱ重たいじゃないですか。僕今まで乗ってきた自転車、ママチャリとかもうめちゃくちゃ重たかったです。なんですけど、その常識が覆ります。大体は10キロ以下のものが大半ですね。もうロードバイクもう片手で持ち上げられるぐらい軽いです。下手すると5キロないくらい、5キロ以下の自転車もあると思います。なので自転車をこう持って移動することもできます。例えば横断歩道がない歩道橋、自転車を担いで上がることもできたりしますし、自転車を担がないといけない場面に遭遇しても全く問題ありません。これも魅力かなと僕は思います。3つ目、カスタマイズができる。本当に初級上級関係なくカスタマイズっていうのは必要になってくると思います。なのでそのパーツ選びから本当に楽しめますし、同じ自転車に乗っていてもその人はその人のいわゆるセンス、好きなものによってオリジナリティの自転車が出来上がります。なので人と全く一緒の自転車になるってことはないと思います。なのでこれもカスタマイズの魅力かなと思います。最後4つ目ですね、簡単に分解ができるっていうことなんですが、これは僕もまだまだ学んでいきたいジャンルの一つなんです。どういうシーンで必要になるかというと、例えば車に乗せて遠出をしたいだったり、あとは自分でメンテナンスしてみたいだったり、あとは都内の人とかだと駐輪場がない方、さすがに普通のいわゆるママチャリを分解してっていうことは、まあ重さだったりとかも含めて、まあ、難しいんですけど、このスポーツ自転車っていうのはもう簡単にパーツも外せて分解が可能なので、まあ、その専用の袋とかを持っていくと、電車にも乗れますし、そのパーツだけ外せば家に持って入ることもできたり、本当にこれもお手頃のおすすめポイントかなと思います。分解が簡単にできることで自転車だけでは行けなかった場所に行けることができると思います。車に乗せて目的地まで向かって、そこでサイクリングを楽しむ、これすごく魅力的なポイントかなと思います。これは僕もぜひこれから覚えていきたいと思っております。はい、ということで1回目いかがでしたでしょうか。今まで約2ヶ月毎日投稿してきました。いろんなジャンルを上げて本当に楽しかったなって思います。あとはこれからこの3本柱でやっていくってことになってすごくワクワクしてます。自転車は基本的にこれからもカメラマンが編集はしてくれるんですが、ファッション、
と植物っていうのは実際僕も編集を頑張ってやっていこうと思ってますので、ちょっと編集に差が出てるなって思ったりするときは遠慮なくコメントとかもらえたら嬉しいかなと思います。実際にこれまで僕何本か編集してるんですよ。なのでその違いっていうのは気づいていただけたかなと思ったり、これからもこのチャンネルリアルディールでは自転車で植物ファッション、この3本で動画を上げていきますので、今まで見ていただいた方、ぜひこれからもぜひよろしくお願いいたします。新しく見ていただいた方、ぜひ一緒に自転車のことは成長できたらなと思っておりますので、コメントいただけると、高評価いただけると嬉しいです。チャンネル登録もぜひこれからもよろしくお願いいたします。それでは次回の動画からはしっかりと自転車のことを上げていきますので楽しみにしておいてください。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。リアリーのリオでした。またねー。